ウニベール・ロダムコ・ウェストフィールドは本社をフランス・パリに置きヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国に資産を有する不動産投資管理会社。商業用不動産を中心にコンベンションセンターやオフィスビルにも投資しヨーロッパ最大のリートであるユーロネクスト・アムステルダム上場企業。ウニベールはワームズ・シーによって1968年に ファイナンスリース部門として設立し、その4年後にはバースでパリに上場した。1991年に不動産への投資に特化することを決め、ファイナンスリースを縮小していった。ウニベールはフォーラムであるやシーネットのアーケードといったフランスにある30のショッピングセンターやツアーアリアーヌを含むラデファンスにあるオフィスビルパリエキスポグループがパリの中心や周辺に保有する。 コンベンションセンターといった不動産ポートフォリオを形成していった。ロダムコヨーロッパは1979年にオランダの資産運用会社であるロビコが不動産投資ファンドとして作ったロダムコが源流となっている。ロビコが1999年に世界各地にある上場企業を複数の上場企業に分割した時にロダムコヨーロッパが設立された。 ロダムコヨーロッパはフランスやオランダにあるライバル企業を買収していく過程でヨーロッパ14カ国にショッピングセンターや不動産を保有することになった。ウェストフィールドグループの関連企業であるウェストフィールドコーポレーションは1959年にシドニー製鋼の開発から事業を開始し、1960年代にニューサウスウェールズ州以外でもショッピングセンターを開発。 アメリカへは1977年にコネチカット州に初進出、ニューヨーク周辺やカリフォルニア州に加えて中西部にも資産を保有した。1990年代には買収によりニュージーランドで多くの資産を獲得したが、2010年オーストラリア及びニュージーランドの事業をウェストフィールドリテールトラストとして分社し、アメリカ及びイギリスが 資産の大半となっていた。2007年4月10日、ウニベールがロダムコヨーロッパの株式の8割を買い付けたことを発表した後に、同年6月21日、両社の合併が正式に承認され、6月25日、会社名はウニベールロダムコとなった。2017年12月、ウニベールロダムコがウェストフィールドコーポレーションの買収を発表。 2018年6月に買収が完了、ウニベール・ロダムコ・ウェストフィールドが設立された。ウェストフィールドの買収により、アメリカに多くの資産を有することになり、フランスとアメリカの2カ国で資産の6割を占める企業構造となった。資産中、商業用不動産が85%を占める。フランスでは、ショッピングセンターともにコンベンションセンターやオフィスビル資産を有し、 その他の国ではショッピングセンターが大半となっている。ニューヨーク一ワールドトレードセンター内のショッピングセンターウェストフィールドワールドトレードセンターウィーン南部のオーストリア最大級の複合商業施設ショッピングシティ SD 中期のないものはショッピングセンターの資産。ありがとうございます。